国際連合暫定統治領コソボ決議1244で規定されたコソボの範囲アンミック施設の地図国際連合コソボ暫定行政ミッションは国際連合によるコソボの暫定統治を行う文民機構である。1999年6月10日に国際連合安全保障理事会の決議1244号に基づいて創設された。2008年2月17日に コソボ議会は独立宣言を満場一致で採択した。しかし、国連安全保障理事会決議百2 4 4号は依然有効であり、コソボ統治の最高責任者は依然国際連合事務、総長コソボ特別代表である。2008年12月、欧州連合、法の支配ミッションがアンミックの任務の大半を引き受け、法分野、特に警察、司法、 関税の分野において、コスボの当局を支援する立場にある。コソボは長年にわたって、セルビアの政府と地元で多数派を占めるアルバニア人の住民との間で、政治的、領土的な問題となってきた。セルビアのコスボに対する、領土的主張は、国際社会の一部からは認められているものの、地域の大部分の住民と多数のヨーロッパ諸国は、コスボの独立を求めている。 アンミックの主犯はコソボ担当国際連合事務総長特別代表であり国際連合事務総長によって国際連合加盟国の助言の下で任命される。初代特別代表はベルナール・クシュネルであった。2015年10月現在の特別代表はアフガニスタン出身で同国の国連大使などを歴任したザヒール他人。アンミックは4つの 柱と呼ばれる部署に分けられている。柱1と柱2の施行の責任はコソボ政府へと移譲された。国際連合は依然、その施行を監視する立場にある。その活動の内部改革に伴って、この柱の構造は変更されている。柱2は解体され、警察長官及び司法長長官は従来の副代表ではなく、 国連事務総長特別代表に直接報告を行うようになった。柱にも文民党治庁へと縮小され、特別代表への直接報告へと切り替えられた。アンミックは、暴動鎮圧を担う史上初の武装警察部隊、及び逮捕や捜査などの法執行を所轄する国連警察を監督する。北、大西洋条約機構主導のコソボ平和維持部隊は、 アンミックの支援の下で、コソボの治安維持に当たっているが、国際連合の会に属するものではない。国連安保理決議1244号によると、アンミックは、以下のことについて、責任を負う、コソボ紛争終結後、国連安全保障理事会は、決議1244号を可決し、これに基づいてコソボは、国際連合の暫定統治下に置かれることとなり、 アンミックはその行政をまた来た大西洋条約機構主導の国際連合平和維持活動としてクファーがコソボの治安を担うこととなった。その直後からコソボ域外に避難していたアルバニア人の難民が帰還しセルビア人などの非アルバニア系の住民への迫害が始まり数万人のセルビア人やロマなどの非アルバニア人が難民となって故郷のコソボから流出した。 避難したセルビア人の多くはアンミックの保護があっても、なお故郷に帰ることは安全ではないと感じている。12万人から15万人のセルビア人が紛争後もコスボに泊まったが、彼らは差別や迫害の対象となっている。そのためアンミックによる統治が始まった後のコスボでは、セルビア人は減少を続けており、コスボの民族構成は一変した。 アムネスティ・インターナショナルによれば、コスボにおける平和維持軍の存在が、性的搾取を目的とした人身売買の件数を増大させていると言われている。2001年、アンミックは、コスボの憲法的枠組みを交付し、選挙によって選ばれる議会、大統領、首相などを持つ、暫定自治政府諸機構が設立された。コスボでは2001年末に、初の自由で、 全域的な選挙が行われた。アンミックは他民族からなる専領のコソボ警察を監督している。2004年3月、コソボでは紛争後で最悪となるコソボ暴動が起こった。暴動は複数の小規模な衝突が重なり、やがて大規模なものへと発展していった。暴動のきっかけとなった事件では、セルビア人の男が犬を使って、アルバニア人の子供を川へと追いやり、 うち二人が死亡したとの未確認の噂がルフされ、多くの人々を暴動へと借り立てていったが、前日の事件に関しては誰も逮捕、立件されておらず、その事実性は確認されていない。各地で、アルバニア人の抗議行動は暴徒化し、数百のセルビア人の家屋やセルビア正教会の施設、国連施設が放火され、破壊された。コソボ警察は2004年の暴動に関する案件を、 取り扱う特別調査チームを結成し、コソボ法務協議会による2006年末の発表によると、326人が死及び軍の検察官によって告訴され、200件の起訴があり、134件が有罪となった。8件が無罪となり、28件が免訴され、30件が裁判中である。特に注意を要する裁判には、 国際的な検察官及び裁判官が当たっている。1999年以降、セルビア政府から給与を受け取って働いているコソボのセルビア人には割増手当が支給されており、カサベスキー・ドーダティックと呼ばれている。この制度は、スロボダン・ミロシェビッチ政権の時代に始まり、その後も続けられている。コソボ独立宣言、コソボ独立宣言に対する国際社会の反応。 および、コソボ暴動も参照2008年2月17日、コソボ議会は、コソボのセルビアからの独立を一方的に宣言した。セルビアの首相ボイスラブコシュトニツァはこれに対して、今日、力づくの政策が、偽りの国家を作って、得意ねだ。と述べて反発した。コソボは、その後1年間で、西側諸国を中心に50カ国程度から独立の承認を得ている。 2008年8月、コソボ憲法が交付された。国連は、コソボの体制移行に伴って、職員を70%削減することを決定した。コソボでの国連の権限の多くが、コソボ政府及び欧州連合主導の統治ミッションである、欧州連合法の支配ミッションに移管された。コソボ憲法交付後のアンミックから、ユレックスへの権限の異常計画は、 コスボの独立に反対の立場を取る国連安保理の常任理事国であるロシアの反対にあって頓挫している。国際連合事務総長の反旗分はアンミックの暫定的な再編を決定した。国際連合はアルバニア人地域における権限を欧州連合に関する一方でセルビア人居住地域には止まり現地で少数派となるセルビア人のための任務を続ける計画である。 これは、セルビア人地域に欧州連合が介在することへの反発に対応したものである。2008年12月、ユレックスはアンミックからほとんどの責務を移譲され、法文や特に警察、司法、関税に関して、コソボの当局を補助し支援する役割を担っている。アンミックは、その掲げられた目的の多くを達成できていないとして、コソボのセルビア人、 アルバニア人の双方から批判がある。2005年6月、英国放送協会は、ミトロビザコソブスカミトロビザのロマ難民キャンプに関して、ヨーロッパロマ権利センターがアンミックを訴えると、報じた。2006年7月、元アンミックの職員らによって書かれた、書籍、ピースアットエニープライス、ハウザワールドフェールドコソボの中で、アンミックの7年間の間の籠や、 能力不足の事例集が公開された。詳細は、コソボ地位問題を参照初代の国連コソボ特別代表を務めた、フランスのベルナール・クシュネルコソボの将来の地位を確定するための国際連合主導の政治プロセスは2005年末に始まった。ベオグラード側は、コソボに高度な自治権を与えた上で、セルビアの一部に止まることを提案し、コソボの独立を強いることは、 セルビアの主権侵害であり、よって国際法及び国連憲章に反するとした。コソボのアルバニア人多数派の代表者は、コソボは独立するより他なく、スロボダン・ミロシェビッチ政権の時代の暴力によって、コソボがセルビアとの連合を維持することは不可能となったとした。国際連合の特別大使となった元フィンランド大統領のマルティア・ハティサーリはオーストリアの外交官。 アルベルトロアンを副代表として、チープロセスを主導した。アハティサーリの主導する国際連合コソボ特別大使事務所は、ウィーンに拠点を置き、NATO、欧州連合、アメリカ合衆国からの連絡員を要する。チープロセスの初期段階では、コソボの長期的安定、特にコソボの少数民族の権利と保護に関する技術的課題に焦点が置かれた。アハティサーリは、 コスボのセルビア人を保護する上で重要となるコスボ政府の地方文献化に関して2006年2月に初めて話し合いの場を設けた。その後の会合では経済問題、財産権、セルビア正教会の施設の保護、コスボの少数民族の権利要望を保障する機関について話し合いが行われた。2006年7月24日、アハティサーリの一団はウィーンにて初めて コソボの地位そのものに関する高レベルの話し合いを行った。セルビア大統領、ボリス・タディッチ、首相ボイスラブ・コシュトニツァ、コソボ大統領、ファトミル・セイリュウ、首相アギム・チェックが話し合いに参加し、コソボの将来の地位に関する双方の意見を表明した。アハティサーリは、後にメディアに対して会合では、課題の突破には至らなかったものの、率直な意見が出され、 その雰囲気は予想よりも良好であったと話した。2006年9月20日、ニューヨークでのアメリカ合衆国国務長官、コンドリーザ・ライスを議長とする会合の中で、アハティ・サーリは連絡調整グループに対して説明を行った。会合では連絡調整グループは声明を発表し、現在の方向性でコスボの地位問題を解決する意欲を再表明し、 地位問題解決のための包括的な提案を築く、アハティサーリの計画への指示を明らかにした。2006年が終わる頃には、技術的課題の進展にもかかわらず、地位そのものに関する立場は、対局のままであった。2007年2月2日、アハティサーリは、ベオグラードとプリシュティナの代表者に対して、最終地位に関する草案を送った。草案は、 コソボの将来に関する幅広い内容が盛り込まれ、特にコソボ政府の地方文献家やセルビア正教会の施設の保護、非セルビア人を保護する機関など、コソボの非アルバニア人の保護に関するものが盛り込まれた。独立の文言はなかったものの、草案では幅広く独立国に類する規定をコソボに認めている。特に草案ではコソボに国際機関への加盟、 オソボチアン部隊の創設、国章の採択を認めている。アハティサーリはウィーンにて双方に対する説明を主導し、その中では2007年3月10日に双方の大統領と首相が同席する会合もあった。この会合の後、双方の指導者は互いの中間点での妥協する意思が全くないことを表明した。結局、双方が合意できる。 立場の歩みよりは互いにほとんど期待できず、アハティサーリーは明確なコスボの地位そのものへの言及を含んだ自身のまとめた調停案を3月末までに国連安全保障理事会に対して提出すると述べた。地位プロセスを見守っていた多くの人々は交渉によってコスボが独立へと向かうことを確信しており、焦点はコスボに対する国際的な監視の機関に移っていた。 しかし、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンは2006年9月、国連安全保障理事会が、コスボの最終地位に関して、グルジアの南オセチアやアブハジアとは異なる基準に、基づく提案があった場合、ロシアは拒否権を行使すると表明した。在セルビアのロシア大使は、ベオグラードとコスボのアルバニア人の双方が受け入れ、可能な解決が図られない限り、 ロシアは拒否権を行使すると言明した。2007年3月に発表された国際連合開発計画の調査によると、コソボのアルバニア人の96%、非アルバニア人の77%が現状の宗教でのコソボの独立に賛成であった。また、コソボに住むセルビア人の78%は、コソボがセルビア領内の自治州に泊まることを望んでおり、 2.5%のアルバニア人はアルバニアとの統一を望んでいた。これとは別に国際連合難民高等弁務官事務所はアルバニア人が主張するコソボの独立の成功によってさらに7万人のセルビア人難民が生ずることを想定した危機管理計画を策定した。2007年5月初旬、国連安保理のヨーロッパの理事国ドイツ及びアメリカ合衆国は 決議1244に代わるアンポリ決議の草案を配布し、その中ではアハティサーリによる草案を指示し、1八2 0日の移行期間をもってコスボにおける国連の統治を終了するとしていた。アメリカ合衆国の国連アンポリの理事はヨーロッパ及び合衆国による草案はロシアによる拒否権がなければアンポリで十分な支持を集めていると話した。 交渉の初期の段階では多くの専門家はコソボの独立を最も可能性の高い結論とみて期待していたが、早急な解決は好ましくないと考える者も,もいた。連絡調整グループは現在の交渉の結果に関わらず、決議1244に基づいてコソボの文民統治のために新たに国際文民事務所が設立され地位交渉の結果の施行を監督し、 少数民族の権利の擁護すると話した。欧州連合は、コスボの治安と司法に焦点を当てた欧州安全、保障防衛政策による、法統治ミッションを創設することを決定した。2007年7月初期、アメリカ合衆国、イギリス及びその他のヨーロッパのアンポリの理事国の支持の、もと、ロシアの懸念を払拭するため新たな決議の草案は四回の、修正を重ね、また、 ロシアとアメリカの大統領との対談がなされたが、ロシアは、双方が受け入れ可能でないかなる新しい提案をも、支持しないと表明した。決議案を支持する国々の代表者は、アンポリでの合意成立への期待を表明した。ある西側の国の外交官は、国家間の交渉に関する見解を次のように明かした。私は、ロシア人に対してはこれはゲームだとは言わないが、 これはゲームであり、決着済みだ。コソボの地位に関する草案は、安保理は依然可決されていない中、アメリカ合衆国交換は2008年中に合意は、達成されると示唆した。アメリカのヨーロッパ問題担当時間補は、クロアチアで開かれた、NATO の会合で、コソボの将来について、次に、ルーマニアで、翌年4月に開かれる会合までには解決されて、いるとの期待を表明した。 2007年7月16日、国連安保理での数週間にわたる議論の後、アハティサーリアンに基づく第5の修正案をロシアは拒絶した。イギリスと欧州連合は、ロシアの支持を得るために2007年7月17日に最終の修正案を数日中に提出すると示唆した。欧州連合の外交政策代表は、 この最終案が失敗したら、主要国からなる連絡調整グループの助言の下、4ヶ月の期間を設けて新たに、ベオグラードとコソボのアルバニア人との交渉を始めるとした。コソボのアルバニア人の意向に沿った解決が図られない場合、2007年11月の選挙期間までに、コソボで暴動となることが懸念されていた。ロイターによると、コソボの新聞ゼリーは、 コソボに関して9月に、アメリカ合衆国、イギリス及びその他のヨーロッパのアンポリの理事国は2007年7月20日、ロシアの同意が得られないために決議案を公式に取り下げた。コソボのアルバニア人指導者は2007年11月28日に一方的に独立を宣言するとの提案で応じた。このような動きは実際には国際連合によって否定されうるものである。 一方的な独立を承認するかどうかが極めて重要となった。アメリカ合衆国の交換はそのような動きを支持すると述べる一方、ヨーロッパ諸国ではあらゆる一方的な動きに反対する議論も行われた。フランスの外相でかつて国連コスボ特別代表であったベルナール・クシュネルはこのような一方的な動きはコスボの独立承認をめぐって 欧州連合で意見が二分されうると警告し、アメリカ合衆国国務省のスポークスマン、ショーン・マコーマックは、進行中の外交プロセスを、このような形で中断することで得られるものは何も、ないとした。コスボの独立を求める、アルバニア人の要求が認められなければ、再度の暴動の可能性も危惧されていた。問題が硬着する中、欧州連合は、 コソボの統治を引き継ぐ計画を策定していた。これによると、欧州連合の72人の派遣団と200人の地元要員が国際連合の計画の履行を監督する権限を持ち、また欧州連合からの上級代表が国連コソボ特別代表と同様の立場に立ち、コソボ政府の決定に対する拒否権や国連安保理の決議履行を阻む。 政府職員を解雇する権限を持つこととなる。アンミックの統治下では、コソボは7つの軍と30の基礎自治体に再編された。ありがとうございます。